楽天グループは現在3つある決済アプリを1つに統合します。楽天ペイメントは12月以降順次ポイントサービスの楽天ポイントカードと電子マネー楽天エディの2つのアプリをキャッシュレス決済サービスの楽天ペイアプリに統合します。これまでポイントの利用しかしてこなかったユーザーにキャッシュレス決済サービスを活用してもらう狙いです。決済アプリの機能を一つに集約することでユーザーの利便性向上も期待できるとしています。ここからですね、楽天ペイは楽天フィンテックサービスの入り口へということで次のステージに入っていきたいというふうに思っております。将来的には決済サービスだけでなくグループ会社が展開するクレジットカードや証券などの金融サービスと連携し楽天ペイアプリに機能を搭載していく計画だということです。